レバースで10を手に入れる。レバレッジ投資買い付きです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、レバナス投資、暴落が来て残念なことが起きたということでね、今回、世紀の大暴落だと思うんですけれども、ここね、近年まれに見る、ね、暴落の方が来て株価が落ちております。このね、株価が落ちたことによって、マジかというね、ことがレバナスに起こりましたので、今日はそのあたりをね、皆さんとシェアしていきたいと思います。それでは、スタートです。はい、まずはね、何が残念なことが起きたのかなということでね、見ていきたいんですけれども、こちら、表の方をね、まとめております。今回の大暴落が来て、大暴落の底値を購入して、52週の最高値に戻ったときに、どの商品がね、一番爆発的ね、利益を与えてくれるのかなということをね、計算してみました。そうすると、なんとね、ウェブルが52週の高値 68.21 から 5.02 にね、落ちたわけなんですけれども、なんと驚異の 13.58 倍ということでね、バガーをね、あっという間に抜いているということになっております。そして我らが SOXL、こちらが 11.95 倍、LABU 10.71 倍、トップ Q5.36 倍、ティクル 5.03 倍、SPXL3.02 倍、QLD2.79 倍というね、ことになりましたので、QLD イコールレバナスということで考えていきますと、なんとね、レバナス、今回の最安値で購入していたとしても、最高値に戻っても 2.79 倍にしかならない、残念というね、ことになったんですけれど、これは当たり前かなと。なぜか、レバナスは2倍、そして今比べた商品は3倍のレバレッジがかかっているということになりますね。このあたりは初めから分かってたことなんですよね。ということは、やはりレバナスっていうのは、レバレッジ型の商品の中ではね、これだけ下落していないということがね、逆に言いますと、見て取れる数値になっておりますので、やっぱりレバナスってね、安定資産で良かったんだなと思うんですけれど、ただ一発の破壊力ですよね。こんなね、数年に一度、ひょっとしたら10年に一度の大暴落が来て、自分の資産を爆発的にね、上昇させているときに、レバナスだけを使っているとね、マイルドな資産形成にしかならないですね。そりゃそうですね。QLD100 万ぶっ込んだとして 2.79 倍ですから、279万にしかならないわけですからね、なんか面白くないですよね。そうなってきますと、このウェブル、SOXL、LABU ですよ。ここに100万ぶっ込んだらね、1000万以上になっているということになりますね。この破壊力っていうのはね、素晴らしいんじゃないかと。ただちょっとね、細かいところを見ていきたいんですけれど、じゃあウェブルに今100万突っ込むのかと。52週の安値 5.02 ですから、5.02 になった時に100万ぶっ込むのかというとね、私は怖くてぶっ込めないということがね、あるんですよね。なぜかと言いますと、ウェブル52週の最安値 5.02 をつけたところから、現在 6.12 ドルまでね、上昇してるんですけれど、その上昇率っていうのが 1.219 倍なんですよね。SOXL ですと、52週の最安値 6.21 ドルから、現在 11.11 まで戻っておりますので、その差が 1.789 倍とね、やはりウェブルよりもね、上昇スピードが速い52週の高値に戻っていくスピードが速いということになるんですよね。これは LABU にもね、言えることで、52週の安値から、4.06 から、現在の 6.66 ドルまで戻ったら 1.64 倍ということに、ね、なってきますので、ウェブル、この表だけでね、単純に見れば 13.58 倍ということになるんですけれど、問題は、この52週の高値 68.21 まで戻るのかということに、ね、なってくるわけですね。そうなってくると、戻るペースっていうのが、このウェブルっていうのは遅いんじゃないかと。そして、純資産総額の方で比べていきますと、ウェブルが140億円、すべて約です。SOXL が5500億円、LABU が1700億円ということに、ね、なってますから、ウェブルはね、桁が違うんですよね。ということで、ちょっとウェブルにね、100万円の大金ぶっ込むのは怖いなということになるわけですね。そうなってくると、SOXL か LABU ということになってくるんですけれど、やっぱりね、純資産総額で、3倍ぐらいね、差が開いておりますので、より安定したね、投資先ということでは SOXL がやはり1位になってくるんじゃないかなということで、 SOXL52 種の最安値 6.21 に来年戻った時に100万ぶっ込めた人は52週の高値に戻ったら 11.95 倍になると、100万円が1195万になると。そして来年ですと一般NISA枠が使えておりますので、一般NISA枠でこれを購入しておりますと税金引かれません、手数料だけですということで、ほとんど1195万円がしっかりと手元に入ってくるということになりますので、まあここ暴落が来てね、玉を仕込みたいとスポット購入をされたいという方で、どの商品が一番いいんだということでね、考えていくと SOXL なんじゃないのかなというふうにね、今回分かったと。そして意外とね、残念だったのが、まあ、トップ級ティクルがね 5.36 倍 5.03倍にしかならないんですよね。そして戻っていくスピードで見てもトップ級が 1.167 なんですよね。そしてティクルが 1.32 倍ということで、やはりね SOXL とか LABU のね戻っていく上昇スピードにもね及ばないということに、ね、なっていきますんで、まあ、このあたりっていうのはやっぱりスポット購入というよりは安定資産という形でね、まあ、長期で保有されるので、持たれるのがいいのかなと。ただ、長期で保有するとなってくると、QLD とバッティングしていくということがね、ありますので、まあ、ただ、上昇スピードとかね、あらゆるね、ことを見たとしても、このね、トップ級と QLD をね、比べますと、やっぱりね、トップ級の方が、まあ、戻っていくスピードも速いですし、そしてね、52週の高値に戻った時にもね、やっぱり QLD よりもね、2倍ぐらいの差がね、ついているということになりますんで、まあ、安定資産で選ぶんだったらトップ級なのかなと思います。トップ級の純資産総額は1兆円を超えておりますので、今回ここに出させていただいている商品の中ではね、一番純資産総額が高いんじゃないのかなと思いますので、まあ、安定資産で選ばれるんだったらトップ級。じゃあなんで今まで私は購入していなかったのか。そうです。今年、この前、トップ級というのは日本の特定口座で購入できるようになって、私がレバナス投資をしたときにはトップ級というのは日本の特定口座では買えませんでした。ですから、勝てないだけですという、ね、話になりますので、まあ、来年以降、この数値を見たときにね、レバナス毎月5万円投資っていうのをトップ級毎月5万円投資に変えていってもいいんじゃないのかなというような気がするんですけれど、ただそれはしない。なぜか。そうです。今見ていただいているのはこれドルです。ドルで保有するということになっておりますので、ドルの資産ですよね。レバナスは投資信託ですので、円の資産になってきますので、やはり円の資産とドルの資産、バランスよくね、持っている方がいいんじゃないのかなというふうに思いますので、まあ来年もレバナス投資っていうのはね、続けていきたいなと思います。そしてね、もう一つ今回の暴落が来てね、いや、これ目から鱗ですよということで、ね、そんなん当たり前と思われていた方はね、初めに教えてほしかったということでね、口座を一つの口座で保有していく必要なんて全くないんですよということでね、これ目から鱗じゃないですかということで、私はね、例えばレバナンス、積み立ての方をね、していたら、もうそれをね、10年間続けないといけない。その口座一つをね、10年間積み上げていかないといけないというふうに思っておりましたし、SOXL とかでもね、一つの口座でね、もう高い時に高値ね、上積みしてしまったら、もうそこにね、毎月ね、現金をぶっ込んでいって、どん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 難品をしてね、平均取得単価を下げるしかないけれど、いくらぶっ込んでも、それ以上に SOXL が下がっていくから、基準価格が下がっていくから、いつまでだってもマイナストータルリターンのままだとね、ずっと思われてる方もいてると思うんですけれどもね、途中で気づきました。口座変えたらいいやんということで、例えば今楽天証券でやられてるんだったら SBI マネックスをね、作る、こうするとあと2つの口座が使えるということに、ね、なってきますね。私の場合は奥さんの口座も使っておりますので、さらにね、幅広いね、ことができているということで、一つね、例として見ていただきたいのは、私がね、保有しております楽天の SOXL っていうのは、今トータルリターンがマイナス 34.81% なんですよね。ですけれど、マネックス証券、こちらの方で所有しております SOXL はマイナス 13.89%。そして、東華さん、数は少ないですけれども、特定口座で保有している SOXL はマイナス 8.7%。そして、一般NISA枠で購入している SOXL、東華さんの SOXL ですね。プラス 60.65%。わかります?これ、6.929 の時ね、ぶっ込んだわけですよね。ほとんど SOXL の52週の安値の時にぶっ込んでるわけなんですけれど、もし、この東華さんの一般NISA枠ではなくて、このね、私が保有している平均取得単価 17.0133 のところにぶっ込んでいたとしても、パーセンテージプラスなんかになってませんよ。はい、ということになりますので、ここ、パーセンテージがね、60% のソクルも持っている、34% マイナスのね、ソクルも持っているということで考えていったとき、どうですか、メンタルの弱い方。マイナスのままの商品しかないとなると、いつまでたってもね、まだ上がってない。まだ上がってない。で、おそらく来年もね、今の、状況というのがね、当面続いていくということなんで、来年になってもまだ上がってない。まだ上がってないってなるんですけれど、52週の最安値にね、近い SOXL を持ってますと、もうすでにね、プラス 60% で、今月2回ね、100% 超えております。ということになってますんで、プラス 100% の商品を持ってるのと、持っていないのとではね、心の平穏が変わってくると思います。ただね、これは結果同じことなんですよ。複利のかかり方っていうのは、すべての SOXL に等しくなりますんで、一つの口座で持ってないと複利のかかり方が違うとかっていうのはありませんし、利益をね、出していくということで考えれば、すべての商品がプラスになってこないと、トータルリターンのところはね、プラスにならないという方もいてると思います。ですけれど、これ分けて持っていくとね、何が起こっていくのかということでね、2つ副産物があるわけですよね。1つ目はストレスがすごく軽減されるというのが1つ。それともう1つ、こちらの方が重要なんですけれど、利確するときにね、利確のタイミングをずらせれるんですよね。当たり前ですけれど、6.929 で保有しております、東華さんの一般NISA枠の SOXL というのは、69.29 ドルに SOXL が戻っていただければ、10倍カメハメハなんですよね。ですから、この商品、約70ドルになっていただければ、利確ということを考えております。その次に、順番でいくと、この 12.1473 ですよね。こちらの商品だったら、なんとね、SOXL が120ドルに、ね、ならないと、10倍カメハメハにならないということになりますんで、70ドルでね、10倍になるのと、120ドルで10倍を達成するのとっていうことで考えていくと、かなりね、タイムラグっていうのがね、発生するんじゃないかなと、時間がかかるんじゃないかなと、70ドルから120ドルに、ね、なるまでね、何ヶ月、もしくはね、1年、2年かかるんじゃないかなということで考えていくと、早くね、利確ができるっていうのはね、すごく優位性があるんじゃないのかなと思いますんで、これね、暴落が来て分かったこと、口座を開けた方がいいなというふうにね、起きました。ということなので、レバナス投資、暴落が来て残念なことが起きた。それはこの世紀の大暴落が来てもね、レバナスが最高値に戻っても10倍にならない、当たり前かというね、ことで、10倍にはね、なりませんけれども、一つね、確認できたことっていうのは、レバナスっていうのは、安定資産だということなのでね、これからも積み立てていきたいですし、そして10倍を狙っていくんだったら、SOXL、これがね、すごくね、役に立つということも分かりましたんで、このあたりのことをね、参考にしていただいて、レバナス投資、ソクル投資、そして LABU などもね、使っていかれる方はと、あとはね、TECL、トップ級の使い方などもね、ちょっと考え直さないと、3倍のレバレッジ型としては物足らないんじゃないかと。そしていつも言ってます SPXL ですね。私は別に S&P500 が嫌いではありませんけれども、S&P500 とレバレッジ、相性が悪いんじゃないのかということをいつも言ってます。やっぱりね、伸び率っていうのも、一番3倍のレバレッジの中では低かったということに、ね、なりますので、SPXL を、ね、保有されている方、もう少しね、SPXL、S&P500 が死ぬほど好きなんだという方は置いておいて、3倍のレバレッジだから資産を爆増させていってもらえると思われている方は、ちょっとね、商品の選別っていうのを思い直した方がいいんじゃないのかなというふうに思います。さあ、今日はね、アメリカのマーケットが開きますので、23時からライブ放送の方をかけていきます。この動画を見たね、感想などもライブ放送の中でね、ぶちまけていただきますと、参考にね、させていただきたいと思いますのでね、ライブ放送お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。ライブ放送でお会いしましょう。さようなら。